どうも、文禄です。今日はですね、久しぶりにね、中国製のね、万年筆を買ってみたんで、ジンハオのね、万年筆買ってみたんですよ。これね、シャークペン。まあ、俗に言うシャークペンってやつですよ。で、子供向けのペンですよね、どう見ても。で、子供向けのペンでね、動物のチョイスがいいですよね。サメっていうのがね、すごいチョイスだなと思って。すっごいね、YouTube で、サメについての歌がね、ものすごいね、再生されてるんですよね。キャラクターのサメがね、サメの家族が出てきて踊るっていうね、すごいね、再生数撮ってるね、動画があるんですよね。割とね、うちの子もね、そのサメの歌よく聞いてるんで、うん、割とサメって可愛いね、身近なキャラクターとしてね、いるんじゃないのかなってね、思ったりしてるんですけど。まあこれはそのサメの形をした万年筆っていうことで、まあね、これすごい安いんですよね。プレピーバリの安さということで、気軽に手に入る子供向けの万年筆っていうことで、まあ中国製のはいかがなものかっていうことで買ってみた次第です。これね、結構ね、万年筆系 YouTuber のね、人ね、結構ね、いろんな人が紹介してるんですよ。で、最近もね、ちょっと何人か紹介してたんで、これはね、僕も紹介するしかないだろうと思って、それでね、早速購入してみました。こういった感じのものになっていますね。でね、これね、実はね、これネジ式なんですよね。意外でしょう。ネジ式っていうね、なかなか子供向けのやつでネジ式ってないと思うんですよね。ペン先はこういった感じになっていますね。こういった感じですね。中国ね、すごいね、安くね、いいものを作ってるところなんで、これね、絶対いいやつだと思うんですよね。侮れないと思います。だから期待してるんですよ、結構。じゃあこれね、はい、嬉しいですね。コンバーターがついてます。これは嬉しいな。日本だとね、コンバーター高いんですよ。でも中国の万年筆はね、安いのにコンバーターがついてるから、本当至れり尽くせりって感じで、本当に安いですよね。じゃあね、インクね、最近買ったこれを入れていきます。ヌードラスインクの X フェザーってやつ、これにね、最近ドハマりしてるんですよね。まあ裏抜けしにくいインクってことでね、最近すごくハマってます。これを入れていきたいと思います。でね、これね、なんつってもね、インクがね、なみなみと注がれてるんでね、すごいんですよ。これ大惨事になりそうで怖いんですけどね。はい、入れましたけどね、今ね、僕感心したのは、これね、ここまでね、インク浸したのに、インクがね、ここに乗ってないんですよね。すごくないですか？弾いてるんですよ、インクが。結構それすごいなと思って。だからもう拭く必要がないんですよね。これキャップポストできるのかな？あ、ちゃんとね、キャップポストできましたよ。しっかりね、ガシッとはまってます。まあね、すごい軽いペンですよ、これ。あ、中央あたりでね、ちょうどいい感じぐらいだと思います。軽いな、なんかね。で、これグリップがね、もう三角になってるから、これ握り心地もすごくいいですね。あれインク入れたよな。あれ？渋。ちょっとね、筆圧だいぶ入れないと書けないですね。で、書き味はね、すごく硬いですね。あまり気持ちよくないです、筆記感は。まあ安かったんでね、
しょうがないですけど、ちょっとね僕期待しすぎてたな、これに関しては。ちょっと筆圧が必要ですよ本当。これ最初ちょっと強めに押さないといけないってやつですか。強めに押してペン先を開かせて使うってやつですかね、これ。ちょっと強めにいきます。グッとね、グッグッグッと。これでどうでしょう。ダメですね、復活しません。こんなもんですか。ひょっとしたらね、これインクの相性が悪いのかな。にしてもこれはちょっと残念ですね。本当ね、力をグッて入れると出るんですけど、インクは力入れないと出ないから、ちょっと残念な気はしますね。ジンハオってどう書くんだっけ。あれあれ、なんだこれ、なにこれ、なにこれ。ちょっとね、洗ってきたんですけど落ちないですね。あまりにもしつこすぎて落ちない。これ要注意ですよ。これね、手についたらね落ちないです。結構ねインクいろいろよく手につけちゃいますけど、ある程度落ちますよ。でもこれね全然落ちないですね。ちょっとびっくりしました。これ当分ね、これずっと黒いですよ。僕これからの動画これ黒い状態で撮らなきゃいけないのか。いやあれ、ああなんか、垂れてる。なんだこれ、どっかから垂れましたね。これどうやら垂れたようです。やっぱねインク入れた後ね、ティッシュで拭かなかったから、インクがね表面張力でくっついてた状態だったみたいですね。それがドバッとねついちゃったって感じで、やっぱりねペン先汚れてないように見えててもちゃんと拭いた方がいいですね。まあこれね裏抜けしにくいインクなんですけど、さあ、ね、こんなありさまで裏抜けしてるかどうかってことなんですけどね、してないんですよね。さすがですね。これ裏抜けしないインクとしてはもうピカイチですね。ただし指についたら落ちないっていうインクとしても最強かもしんない。で乾かないですねこれ。これさっき落とした水滴全然乾いてない。恐ろしいインクだなこれ。まあそういうね難しさはあるけど、そこがまた面白いインクではありますね。っていうか今このジンハオのシャークペンのレビューなんですけど、インクの話ばっかりしてますね。でもねだいぶインクフロー良くなりましたよ、さっきよりも。もう一回ちょっと強めに筆圧かけていきましょう。筆圧かけてるうちにねインクフロー良くなるかもしれないんで、こうやってもうね、これの筆記感はねボールペンですね。ボールペンぐらいね筆圧をかけないと書けないんで。まあねボールペンのようにグッとね筆圧をかけて書けばちゃんと書けるんで、そういう意味ではね大丈夫ですよこれ。これはねある意味ね鉄ペンらしさを味わえるかもしれない。一般的にね鉄ペンで抱かれるイメージ
硬いっていうね、そんなイメージを抱かせる、うん、そういうザ・鉄ペン的な感じのね硬さで筆記できる、そんな万年筆だと思います。はい、ではまた。